ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は今季、共に本塁打打点の二冠王に輝くなど、圧倒的な打望を披露した。どちらがより良いシーズンを送ったのかという問いに対して、MLB ネットワークのジョン・モロシ記者はジャッジがやや優勢とするも功をつつけがたく、間違った答えはない、と語っている。映像、大谷翔平とジャッジが震えるほどかっこいい。 MLB 公式の異例、プロモが反響。ドジャース地元メディア、NBC ロサンゼルスは、翔平大谷か、アーロン・ジャッジか、より良い MLB シーズンを送ったのは誰のタイトルで記事を掲載。どちらかを選びたくないが、選ばなくてはならない、どちらがより良いシーズンを送ったという証拠はあるだろうか。とした上で、ロシ氏に意見を聞いた。ロシ氏は、 ジャッジの今季打撃について、野球史上、打者が送ったシーズンとして屈指のものだろう、と絶賛。スイング数、空振り、ボール球を振る頻度も減った、とし、彼は2022年当時よりさらに危険な打者になり、ポストシーズンでヤンキースと対戦するチームにとっては非常に怖いことだ、と強調した。ア・リーグ記録の62本塁打を放った2022年より進化したと評している。 大谷については、今年、守備にはついていない、と指摘し、体力的に求められるものが大きいポジション、中堅を守っている理由から、ジャッジがやや有利と私は見るが、とジャッジ優勢と述べた。一方で、大谷の成績の改めて強胆、50から50、やれやれ、これ以上のことはできないだろう。なので、間違った答えはないというようなものだ、としている。 記事は、最終的な判断要素はポストシーズンでどのようにやるかということなのかもしれないと、ダブルコート決着はプレーオフのパフォーマンスによるとも述べている。ドジャースはパドレス、ヤンキースはロイヤルズとの地区シリーズに5日、日本時間6日から臨む。2人はどんな打棒を見せ